おはようございます。しのです。あたしです。今日は振り返り休日ということで好き勝手遊べることになったので今から準備していきたいと思います。まずは朝ごはんを食べます。今日はわかめおにぎりです。大好き。今8時好きなんですけど、今日はスキップと午前中から会う約束をしてます。楽しみ。じゃあまたここで質問したいと思います。はい。今日はスキップと何か買う約束とかなんかしてる？オソロのキャップとか消しゴムとかを一緒に買いたいです。おー、お揃いのもの買う約束してる。うん、買いたいですって。昨日の夜は眠れましたか？なんかめっちゃバクバクしてて目つぶっても寝れないし、あの ASMR 見て頑張って寝ました。今からメイクとかします。今日はピンクメイクです。この前もなんかピンク系メイクとか言ってた気がするけど、まあね、スキピと会う時はピンク系メイクでいいですよ。化粧水ってスッキリしますよね。日焼け止め塗ります。日焼け止めを塗った後は必ずすっぴんパウダーをします。本当にすっぴんパウダー本当にあともうちょっと早く全部使い切って新しいの使いたい。ちゃんと伸ばしていきましょうね。シノはスキピと一緒に行動して、でママたちは別々で行動するんですよ。ママはママで別々で行動するんですけど、楽しみすぎるでしょう。やばい、顎肉が虫だから。1,2,3,4。10OK。 でここだよね。ここをこうやってやって1,2,5,8,9,10OK。 パウダー塗ります。すっぴんパウダーちゃん、ほら見てもないの。ママにママはまだ使える、使える、いけるからまだ使ってって言ってくるんですよ。なのでシノは最後の最後まで使います。なんかこれ私はクマみたいなくすみみたいなのがちょっとでやばいので、これでなんか目の下をカバーします。カバーというかキスみたいな。そう、これなんか粉でそこまでカバー力はないんですけど、まあでも肌の色には合うので。アイシャドウやります。なんか涙袋パレットって書いてあるんですけど、まあ使っていいでしょ。可愛くない？いちご色みたいな、めっちゃ可愛い。今日は薄めでいくかな。あ、でも濃いめでいきます。やっぱり本日は濃いめメイクです。わら、かわいい。ピンク色のキラキラ、その真ん中の上のキラキラなんですけど、めっちゃかわいいピンク色。これムニュットチークって言ってね、なんかムニュってちょっと柔らかいんだけど、めっちゃかわいい。本当にかわいい。塗ってみます。はい、それではいよいよ髪の毛を結んでもらいます。今日の髪型はこの前はたらしでここに三つ編みだったんですけど、今日はたらしにあとここにちょっとね2つ結び入れます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。かわいいですよ。目玉飛び出ててめっちゃかわいいです。やばい、楽しみすぎてちょっと緊張バクバク。バクバク、うん、あと20分ぐらいで出ないか。
張してきた。マジで緊張。いつも学校で会うんだ。だから会うけど、うん、会う場所が違うじゃん。あ、まだね、遊び代ちょうだい。だって自分のお小遣いもらったじゃん、おばあちゃん。はい、まっすぐにしてもらいました。サラッサラー。ここからこうやってね、こうやってトンってします。わーい。あの、いつも切ってるのに、あの、どうしても前髪整えると出てくるののやつを切ってもらいます。切ります。軽く取ります。はい、じゃじゃん、完成しました。はい、これからリップ塗って、で、早速携帯をカバンの中に入れて、で、トイレ済ませていきたいと思います。ということで、今日はスキピタのデートの準備しているところを撮ってみました。もうね、本当にね、今もめっちゃ緊張してるんですけど、楽しみたいと思います。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。行ってきます。